11月の首都圏の新築マンション1戸当たりの平均価格は8250万円で、前の年の同じ月より4割近く上昇しました。23区では4ヶ月ぶりに1億円を超えています。不動産経済研究所によりますと、11月に発売された首都圏の新築マンション1戸当たりの平均価格は2ヶ月ぶりに前の年を上回り、2200万円余り高い8250万円となりました。10月は1件もなかった3億円以上の物件が78件契約されるなど、東京23区の港区や新宿区の高額マンションが牽引しました。23区では平均価格は1億2811万円と去年より 50.2% 上昇し、今年7月以来4ヶ月ぶりの1億円台となりました。今後については、来年は規模が大きい高額物件の供給が減るため今年よりは下がるだろうとしながらも、コストは高止まりしているので価格が高い傾向は続くと分析しています。